次に田村貴明君。委員長。田村君。日本共産党の田村貴明です。奄美群島小笠原諸島振興特措法改正案について質問します。まず最初に小笠原諸島について伺います。移住者が毎年300人前後も推移していると伺いました。就農希望者も多いと聞いております。そして戦後島に帰れなかった人の農地が放置されジャングルのようになっている、そういう土地を活用できるようにしてほしいとの声も聞きました。農業ができるようにしたいとの要望、これはいかがでしょうか。住宅の確保と合わせて対策をお伺いします。黒田国土政策局長。お答えいたします。小笠原村におきましては住宅用地の不足に起因する住宅不足が喫緊の課題となっております。特に子育て世帯、本土に転出せられない状況というのも今承知しているところでございます。でこのため東京都におきましてまず住宅不足の解消に向けた土地利用計画の見直しを行いまして住宅用地の確保を行い計画的な宅地整備、これを推進するというふうに伺っております。で委員ご指摘のございました就農希望者、これにつきましてもこれまで国交省と東京都におきまして補助整備などに対する支援も行ってまいりました。また農水省におきましては新規就農者の育成確保に向けた経営開始資金の交付などの支援が行われているところでございます。国土交通省といたしましては地元自治体と連携して小笠原諸島の農業振興と生活環境の改善、移住者の住宅確保や就農希望者への支援、こうしたことをしっかりと行ってまいりたいというふうに考えております。田村貴明君。はい、しっかり要望に答えていただきたいと思います。次に奄美について伺います。まず斉藤大臣に質問します。この5年間の間に奄美大島は世界遺産の登録を受けました。2021年7月26日のことであります。世界遺産の登録の受け止めについて、そして自然環境を保全していくことと奄美群島の振興に向けてこれ両立させていかなければいけないと思います。そのことについて大臣の所見をお伺いしたいと思います。斉藤国土交通大臣。はい、まず世界自然遺産登録 の対象となった奄美大島、その受け止めというご質問でございます。奄美大島と徳之島は令和3年に沖縄島北部および西表島と一体として世界自然遺産に登録されました。平成15年に候補地に選定されてから約18年越しの悲願ということもあり、奄美のクロウサギをはじめとする生物多様性が高く評価され世界遺産に登録されたことは非常に喜ばしいことだと思っております。現在コロナ禍を経て再び人の動きが活発になっていることから世界自然遺産の登録地である魅力を生かして国内外からのさらなる観光誘客につなげていきたいとこのように思っております。そして講談の、その自然環境保全との関係ということでございます。国土交通省としては世界自然遺産に登録された沖縄と連携した観光プロモーションの実施や奄美沖縄間の周遊促進に加え自然環境の保全と観光振興を両立させるため国立公園を所管する環境省と連携いたしまして奄美のクロウサギなどの希少種を捕食するマングースなどの外来種の駆除や原生林を案内するエコツアーガイドの育成に対する支援を実施することとしております。これら取り組み環境省との連携ということになりますけれども奄美群島の貴重な自然環境と観光振興の両立を図りながらそのさらなる振興につなげていきたいと思っております。田村貴明君。はい、これに関連する質問は後で行いますので大臣ちょっと お聞きいただきたいと思っております。航路航空運賃のですね支援はこれはもう島の、居住者の方々それから島外の方々からもですね強い要望が寄せられています。現行の制度それから奄美群島振興交付金による新しい支援策について説明をしていただけますか。黒田国土政策局長。お答えいたします。奄美群島は本土から遠く離れた外界にございますので先ほど来お話をさせていただいておりますとおり本土との往来にかかる航路航空路運賃これは課題となっております。
で、現在は住民とその扶養に入っている本土在住の学生を対象に奄美群島と鹿児島本土間の運賃が通常の約半額となるように奄美群島振興交付金で支援をしてきたところでございます。一方で、奄美群島の高齢化率、これが全国や鹿児島県全体の平均よりも高くなっております。今後介護を目的とした帰省者が増えることが想定されているところでございます。こうしたことから令和6年度予算案におきまして交付金による運賃軽減の対象に介護のために帰省するものの追加というものを盛り込んでいるところでございます。田村貴明君。はい、介護のための帰省もですね、5割の割引といったところの、進展もあります。大変これは大事なことだと思っております。いろいろ聞きますと冠婚葬祭でですね、祈祷しなければならない、あるいは島の行事もある、あるいは島に移住して新たに仕事に就きたい、そして来島する人もおられますよね。でそうした就職に向けての活動、さまざま島に行く、そして島を行き来する理由があると思うんです。でそうした時にですね、やはり航路航空運賃というのが、まあ、大きなやはり壁になるのは、これまでも問題でありました。こうした、運賃補助制度の拡充をですね、もっと広げていくことはできないのか、その展望についてお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。黒田国土政策局長。お答えいたします。航路航空運賃の問題につきましては、この交付金の中で住民、準住民、また今回の予算の中で介護を目的とした帰省者のも対象に拡充するというような取り組みをしっかりやっているところでございます。離島ならではのいろんな課題、現状というのは私どもも拝察をさせていただいておりますので、しっかり自治体の声を聞きながら対応していきたいというふうに考えております。田村貴明君。法案にある沖縄との交流促進について伺います。奄美空港と那覇空港とのですね、直行便は今ありません。与論を経由する便です。今後の展望について利便性は拡充されていくでしょうか。また航路航空運賃の支援についてはどうでしょうか。委員長。黒田国土政策局長。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、現在奄美大島から那覇には直行便がなく、与論島経由となっておりまして、地元からは沖縄との交流促進にあたってアクセスの改善についてのご要望があることは受け止まっているところでございます。でこうしたご要望につきましては、現在鹿児島県とも意見交換を行っておりまして、県からは航空会社の人材や機材の配置なども踏まえた検討が必要であるという報告を受けているところでございます。国交省といたしましては、来年度の交付金におきまして、航空会社と連携した観光プロモーションへの支援であるとか、奄美群島の住民を対象としました奄美群島沖縄間の航空運賃の軽減支援、こうしたことを実施することで、新たな航空需要を喚起をするということと、引き続き地元自治体とも意見交換を重ねて、沖縄との交流促進、これをしっかりと支援をしていきたいというふうに考えております。田村貴明君。はい、わかりました。次に奄美の採石事業について質問します。大臣ぜひ聞いていただきたいんですけれども、長年にわたって奄美市住用の戸玉集落がダンプカーや重機による騒音、粉塵などの被害を受けています。1994年の操業開始以来、採石場での土砂の崩落や流出が相次ぎ、2004年には集落の裏山に亀裂が入り、土石流の危険性から避難勧告が出されました。この時住民は大変不自由な生活を余儀なくされました。こういう経過をたどっています。経済産業省に伺います。長年採石で住民が苦しんでいることを知っていますか。どう受け止めていますか。奄美大島は先ほど言いましたように世界遺産として登録されました。自然環境、住環境を損なわないために国として関心を持っていただき、自治体と連携して対応に当たっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。資源エネルギー庁、貞光資源燃料部長。お答え申し上げます。奄美市住用の戸玉地区において、2つの事業者による採石事業が行われており、戸玉集落の住民から、騒音振動などによる被害に関する意見が出ていることについては承知してございます。
これについては採石事業者と戸玉集落区長との間で粉塵防止や騒音防止対策に関する公害防止協定がすでに結ばれておりまして、採石法に基づく採取計画の認可にあたって鹿児島県は公害防止協定の遵守を事業者に求めていると認識してございます。採石法では事業者が他人に危害を及ぼすなどの公共の福祉に反することがないよう、都道府県知事が先ほどの採取計画の認可に際して必要に応じて条件を付すことが認められておりまして、ご指摘の周辺住民の方への騒音振動などを防止するための適切な措置を講じることについても、一時的には地域の実情を把握する都道府県知事の責務であると考えてございます。その上で採石法を所管する経済産業省といたしましても、この制度を都道府県が円滑に運営できるように、都道府県の担当者などへの研修、他の地域の執行事例の共有化、あるいは自治体からの本運用に関する個別相談に対応するなどを通じて、都道府県とも密に連携をしてきたところでございまして、今後とも各地域の実情を踏まえた法律の適切な運用がなされるよう、都道府県とも協力しながら努めてまいりたいというふうに考えてございます。田村貴昭君。採石法はですね、1950年、昭和25年制定の法律です。そして採石促進の事業法です。この法律の制定においてですね、自然環境保護の視点もありません。それから住民合意の観点もありません。大臣、私去年の9月にですね、現地戸玉集落に行ってまいりました。そして現場確認しました。採石の船のですね、積み出し場はまさに住家と隣接しているんですよね。で、騒音、振動、粉塵、昨日今日の話じゃないんですよ。もう30年以外にわたってこの問題ずっと続いてるんですよね。そして、四方を山に囲まれ、その山は大きく削られています。土砂が海に流れ出したことも聞きました。世界遺産登録の島なのに、まるで別世界の現実を私は見てまいりました。採石法を所管する経産省はいつまで住民の苦難をこれ放置しておくんですか。国としてももっと関心を持ってですね、現実的な対応が必要になってくると思いますけども、世界遺産登録の島です。県の許認可だからと、それから他人に危害を及ぼしていないから、これでずっと放置していいのですか。もう一度答えてください。資源エネルギー庁貞光資源燃料部長。はい、お答え申し上げます。一義的にはこの採石法の認可は、都道府県、知事の、責務ということになってございますけれども、今委員ご指摘のようにですね、この採石事業者が、周辺の住民の方の、生活環境を、脅かしているというケース、については、これは我々としてもですね、しっかり実態を把握する必要があるというふうには考えてございます。その上でですね、やはり地元のことは直接その市町村あるいは都道府県が一番把握しているということでございますので、我々としてもいろいろ情報を把握しながらですね、関係の自治体としっかり連携しながら対応させていただきたいというふうに考えてございます。田村貴昭君。はい、状況把握と、そして自治体と連携して対応するという回答がありました。すぐに進めていただきたいと思います。筑波大学大学院吉田正人教授は NHK の取材に対して次のように述べています。最近は遺産地域に加え周辺地域も守っていくことが世界的な潮流になりつつあります。そのため自然と集落が近い奄美大島では、国内の世界自然遺産では初めて島全体が周辺管理地域に指定され、島民に保護への意識をつけてもらおうとしています。周辺管理地域に法的な拘束力はないですが、世界遺産の価値を損ねないようにどうすべきか話し合いを重ねてほしい。重要な指摘ですよね。そしてもう一つ、日本自然保護協会の安倍真理子主任も、世界遺産の持続可能な利用を進める上で開発業者と地元住民の合意形成は世界の潮流だ、
行政側も法律に縛られることなく広い視野が必要になっている、こういうことを新聞の、取材で述べておられます。政府各省の皆さん、こうした指摘ですね、非常に重要ではないでしょうか。まず、奄美振興をですね所管する、国土交通省、いかがですか。黒田国土政策局長。お答えいたします。今お話のありましたこの採石業の話につきましては、先ほど経産省さんの方からお話がございましたとおり、採石法に基づきまして鹿児島県において認可や指導監督を行っているというふうに認識をしております。その上で、この世界自然遺産にも登録されました奄美群島、この振興開発にあたりましては産業の振興と自然開発の保全の両立、これを図ることは極めて重要であるというふうに認識をしております。先ほど、経産省さんからの答弁にもございましたように、まずは現場の鹿児島県、地元自治体におきまして住民の皆様を含めた関係者のご意見を聞くことは重要であると考えておりますけれども、奄美振興を所管する国交省としましても経産省としっかりと連携をしていきたいというふうに考えております。はい、田村貴昭君。斉藤大臣にお伺いします。経緯は今述べたところであります。それで大臣は先ほど、観光とですね自然とのですね両立について触れられました。で既存産業ですね、今の、事業とそして自然環境との両立、そして住環境への影響、ここについてもですねぜひ関心を持っていただきたいと思っております。奄美大島の世界遺産登録はですね、これは、日本だけに課せられたものではありません。国家や民族を超えて人類が共有し次世代に受け継いでいくべき価値、これが世界遺産であります。大臣は、昨年11月奄美大島日本復帰70周年で奄美を、訪ねられました。その時会見で大臣こう述べておられます。奄美群島の素晴らしい自然、長年継承されてきた独自の文化を肌で感じることができた。振興開発とともにこうした自然文化を次世代に継承していくことの重要性を改めて認識したと、この答弁に変わりはないと思いますけれども、振興開発も世界遺産登録で見直しや工夫がまさに求められてまいります。定住促進と島の振興は豊かな自然環境を守ること、これが大前提です。そして何よりも島民の平穏な生活環境を守ることが前提となってまいります。採石問題についても大臣関心を持っていただき、政府として長年の問題解決に力を尽くしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。斉藤国土交通大臣。はい、先ほど、観光とそして自然環境の保全の両立、これが大事だという答弁させていただきました。そして今の田村委員のご指摘は、いわゆる産業開発と産業振興と自然環境の保全、その両立、これも大事だ、このように指摘をされ、私もその通りだと思っております。地域住民の方のご意見もよく聞きながら、その両立が図られるよう我々もしっかりと関係省庁と連携しながら頑張っていきたいと思います。田村貴昭君。国と自治体が一体となって今ある問題の解決に向き合い、そして世界遺産を守り離島振興に力を尽くしていただきたい、そのことを重ねて申し上げて質問を終わります。